お待たせいたしました。はいんだな。え、なにわ。早打ち。一言も、それで、もうさ、モデルガンを持ち出して、今打ってる音が入ってるでしょこの説明が超めんどくせえんだよな。こういうことだったんですね。こういう心配なんですよ。じゃ、もう大体のこと割愛して。太田光さんです。よろしくお願いします。まあ、一応、こう、四回目の登場ですけど。ありがたい。なんですか、今回作品は。 うベルランド・ベルトリッチという、ね、名前は聞いたことある聞いたことあるどこの映画アメリカ映画じゃないですよねイタリアかなこれはあイタリアとフランスの合作映画だっ合作だねうんへえ<ー>、ね、1972年公開そうですねこれを初めて見たのって僕が見たのは大学生の時映画館で「短観、うん、ロードショー」かなんかで だから、これは、あの、非常に衝撃的な映画だったんで、うん、当時、うん、ええー、まあ言ってみればなんて言うんですか、ね、ろくでなし子の作品のような扱いだったあ、そうか。<laughs> うわいせつうん。で、とにかく見ちゃいけないみたいな、もう映画界にかなりの、その衝撃をが走ったんですよ。千九1972年の公開当時は、もう卑猥だとエロすぎる。そうそうそうで。うで、まあまあ、エロいっていうかね、とにかく内容はひどいと。 当時は僕は子供ですからね。で、大学生ぐらいになって、だんだん映画に興味持ち始めて、うん、まあ、大学生の頃一番見てますよ。感受性が強いんでね。そ、うん、の時に、あ、銀座だったかな、確か。あー、やるんだ、ラスト単語インパリ行って、うんうん、行って、一人で見に行って、あの時はドキドキしながら、まあ、とにかく衝撃だったね。その時の興味は、うん エロいらしいっていう興味。じゃない。じゃない。あの、問題作だっていう。っていう人が、巨匠として、認識してたんで。うん、まあ見たあ。ストラングインパリだ。ということで、見に行ったんですよ。さあ、うん、三つのポイントを、まだ迷ってるってってましたけど。迷ってるね。これはね、うん、まず一つ目はマーロンブランド。これ見どころに入れちゃう完全に入りました。完全に入りました。<laughs> 見どころに入りました。 マーロンブランド入りました,入りました完全に入りました,りましたマーロンがマーロン入りましたうんあのねこの頃4 5五六だと思うんですけど、ね、あ俺とおん年変わんないわ同い年って思うよ今見たらあそう俺はマーロンブランドの中ではマーロンブランドを 一番かっこいいと思える映画はこれです。あ、ゴッドファーザーでなく。ゴッドファーザーなんかクソですよ、あの。いやいやいや、ゴッドファーザーのマーロンブランドあ。うんこ、うんこ映画です。超かっこいいじゃないですか。うんこですあんなの。おさん、何かを褒めるときに片方を、一皿、<laughs> もう、もう、意味もないほどけなすのおかしいでしょ。<laughs> ゴッドファーザーだって名作でしょ、どうか。名作だけど、うんうん。あれ、隠しげでしょ。ゴッドファーザー。マーロンブランドやってんのは。 俺らからしたらやっぱりメジャーとかで言うと本芸の方がゴッドファーザーのマーロンブランドでって感じするけどそうじゃないとあれだって綿入れてますからね口にはいはいはいあんなん隠し芸ですよ要するにもうマーロンブランドのいやいやだならおかしいでしょ比べるところがいや手作りですもんねよーいドンと言ったらスタートよみたいなボケやってないでしょマーロンブランド本芸の方はむしろこっちただねそれは俺の主観です うん、マーロン・ブランドはこの映画に出てその後出るんじゃなかったっつ<え>だからそれぐらいひどい映画なんですよ当時の評価としてはね本人はでこれに関してはこの映画に出たことでかみさんと離婚してますからマーロン・ブランドはえっ、ー、原因はこれなのあんなひどい映画に出るやつとは結婚してらんないっつってかみさんが愛想愁かしたという面白いね今資料を見たらゴッドファーザーと 同じ年に公開してるのね。で,で,でだから同じ時期です。それで、世間の評価も、マーロン・ブランドの評価も、マーロン・ブランドの、神さんの評価も、多分ゴッドファーザーの方が上なんでしょうね、<ー>このゴッドファーザーはもう、名作中の名作ですからね、世間っては、はいはい。だけど、太田光か,からしてみたら、ラスト、僕は好きですよ、<単語 S 2> <は>パリのほうが上な全然上です。で、俺はもう、これをもう、あの、見て、 まずね、オープニング見た時点でも、もうカルチャーショックで、人生変わったぐらいの。オープニングでオープニングのもう本当にタイトルバックで。で、何これっていう、学生時代の僕にはね、衝撃的でした。で、こんな、こんな映画があるのかと。多分、映画に携わりたいと思った人は、 ああ、こういう映画を一度は撮りたいと思うはず。でね、二つ目はね、うん、カメラワークを見てほしい。これはちょっと専門的になりますか。<う>これね、こんなことできるんだっていうカメラワークなんですよ。あまあ、綺麗な絵を作る人なんです。これね、<ー>俺らなんかはカメラアングルすごいよって言われると、 とても奇抜なものが見れるような気がするじゃん。はい。そういうことでもない。あのね、なんて言うんだろうね。まあ、計算され尽くしてるというか、だから、 俺は現場に当時いなかったからね、撮影現場に。あ、いなかったんだ、行いけなかったんだ、行けなかったんだ、用事が。なんか営業が入ってたのかな。営業、まだ学生時代だったらね。そこはこだわるんだ、リアルに。えそうだなんかね、喫茶店で待ち合わせがあって、友達と。こっち蹴ったんだ。ラスト単語いっぱいの現場を蹴ってマージャンマージャンのマージャンしかもそれ、名画座でかかってる頃だから、撮ってる頃よりめんどくせえっ系列。 とかすげー <laughs> でもなんか僕はねすごく興味があるのはねすごく新しい映画監督がすごいカメラアングルしてますよって,って見るとねちょっと照れるのねそんな中カメラグル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 って回したりとか例えば女性の股の下から向こうの景色撮ったりとかね、うん、でそういうのってさ僕,僕もそうなんです。ででかのチチャャーーリリップリンはね、うん、あれだけのカメラ を作った人でですすけども、うん、名監督ですよねカメラアングルいろいろ凝ってやった、はい、もたカメラっていうのはどう撮ればいいかっていう質問に関しては「役者の邪魔しないことこれだけ」言ってんすキャプすげえなと俺は思いましたで、うん、これは役者の邪魔はしてませんで別にカメラアングルすごいでしょって映画ではありませんただし<ー>どんだけカメリハしたのかなと思ううわ憎いなっていう それと光と影を見てください映画はやっぱりね光と影なんですようん、うん、光と影の芸術なんですようん、うん、この日差しとそれからあとパリのパリまた映ったなこれ、うん、<laughs> だからディレクターが編集下手だと思われるだろうパリが <laughs> 要はねこんなに映画に撮影に向いてる街はないですって思わせますねだからもうこれ日本人が真似しようったってできやしないですよこんなものは パリ力が低すぎる。パリ力低いし、うん、まず、よくこういうのを憧れて、日本人もね、こんな映画撮りたいって、おしゃれな、えー、ことを考えたりするじゃないですか。はい,はいはいはい。あの、一切できません。それはもう、完敗ですよ。だから、日本人は日本人の映画作るべきだっていうことを、もう、圧倒的に思わされる。あそれ今、思い浮かんだのは、2014年に、この番組で、三浦淳さんが紹介してくれた作品が、うんうん ニューヨークに住むジャズアーティスト、うん、田村正和の話なんですけど、<laughs> <か>何もわからない僕にも、まあ、ジャズが伝わらない。<laughs> で、何もわからない僕が、これはジャズじゃないってことだけがすごいよくわからないからあったんですけど、まあ、そういうものを借りてきたところで、トレーナーもう土壌として全然違うんだよっていう、それすみ、うん、ません、いつの間にかポイント3ですか えーマーロン・ブランドカメラアングルが一応ポイント1、2、まあ、1> なんです、ね、そうですねあとだから光と影です光と影これは 3?3 光と影はカメラ 2, 2> あと音楽うわ、四じゃんそれさあ<う>映画ってねどこって言うんじゃないんだよ総合芸術なんだよそうですよねで、とにかく毒です、この映画はそれはわかるもうだってこの女優さんももうこのあとろくなことないんですから。 これに出たおかげでいろんなな人がここになってますただしこれベルトリッチ撮ったのが30代だと思うんだけど何年か前に DVD かブルーレイだか忘れたけど出たからもう一回見たんですよあ,あ出たんだと思って見てその時に愕然としまた俺はもう30超えて40ぐらいになってたからえベルトリッチこの時 30? わかりましたじゃあ我々このラスト単語インパリを見てでちょっとこの後、うん、いやでもなんかちょっと楽しみなのは全く一旦俺太田さんの言ってることを忘れてみてどう感じるかみたいなところで、うんね、本当にすごいカメラアングルとかって俺が思うにただただ映画が面白かったと思う、うんうん、その時は俺も,だ俺も最初に見た時はそうよだけどその後からら何年か前にこれとんでもね 計算しててんぞっていうすげえなと思ったねへえ<ー>これはなんだろうなんどうやってタイミングとかねまああんまり言えないけどまあ冒頭からちょっと注意してみてくださいわかりました、はい、あと「マーロンブランド俺とほぼためと」とこの時のこの時の,<う>この時のマーロンブランド俺とほぼためかっこいいよわかりました、はい